こんにちは、ブルーホースです。ということでね、続きやっていきましょうか。メリオパンティー、あ、そうか、これ2でも3でもフーでもないんやな。はい、ということでね、ワールド8からですね。まあさっきね、ちょっとね、このゲームをね、始める前にあのキノコバンクとか言ってたんですけど、そうか、やっぱこのゲームってあれなんだね、ミニゲームじゃないと集められないんですね。テラセテレサのやかた、コインとかスターとかね。だからここでいくらコインを貯めたところで、このゲームの中だけで完結しまうから、まあお気をつけなすって、ハッチマキマキですね。うん、でね、これがまたむずいんすよ。で、そしてね、今日ね、映画じゃないです、ゲームのあの実況ソフトがねバグってて、ゲーム音声ゾンビー、ゲーム音声をね、残念ながら全然ね、拾ってくれない事態が発生してる。あざっす、よしよし、優秀。そして他潰されすぎじゃねっていう。よし、優秀だと思ってたのに、お前というやつは。頼む。シュシュシュ、こうなったら俺一人で逃げる。俺一人で逃げる。お前たちは、あ、もう目の前じゃん。はい、よ。あ、なんか普通に、あれだね。先に言ってたら、あ、ごめん、なんか、テレサたち。相変わらずやっぱあれなんだね。弱いよね。てか、このさ、テレサたちさ、自ら向かってくるよね。ほら、テレサってほら、こっちから見てたら、恥ずかしがってね、見れないみたいなやつが。お、あ、出た、ぷっぷりゆくどるくん。こんなね、友情と愛情を打ち砕くゲームは他にないですからね。背中のリュックを捕まえて、コインを奪ってください。15枚以上取るとクリアです。を捕まえる、捕まえたとき、奪う、振りほどく。リュックを捕まえて、B 連打です。捕まってしまった場合も、B 連打で、ほどきましょう。ファッションショーでしょう。さあ、少な実行、あ、15枚以上、トゥルル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 トゥ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 ルあれ、なんか全然うまくいかない、全然うまくいかないっす。よくて、よし、あとは逃げ切るだけ、あとは逃げ切るだけ、逃げ切るだけ、逃げ切るだけと思うじゃん。しょぼい、お前らコイン持ちすぎやって。 65？ やばい、なんかあ、すごい、なんか録画ソフトのせいかこれ。ほら、よこせ、よし、ごめん。そして、ピーチに関しては、なんかもう、奪っていると、おめえだけなんでそんなに持ってんだ。オッケー、よし。なんとかね、強欲なマリオのおかげでですね、はい、クリアすることができました。いやー、このゲーム緊張するね。うん。で、あ、キープ。キーとキープはわかるけど、その前のキーは何なの、これ。いや、トゲロウに鍵を取られずに奥の扉を開けてください。移動ジャンプ、鍵を投げる。トゲロウを引きつけると仲間にパスしやすくなります。まあ、ワンマンプレイでいけちゃうゲームっすよね。この鍵はあれだね。確かクッパ。ニンテンドー60でクッパに会うためのみたいな感じ。おめえらどこ見てんだ？ほい。ちょっと待って。すげえ、レッドカーペットだからかわかんないけど、すっごい道を豪快に開けてくれてた。そして、こんなに宝があるのにもらえるコインはたったの10枚。安い。うん。あ、そんなもんすよね、人生ね。はい。じゃあ、続いて、あと3つで、ワールド8もクリア出すね。出すね。相変わらず、日本語がちゃんと喋れないってね。AZ か ABAB だったかな、これね。ほい。AZ。あ、ドット絵で荒いな。空気を入れる。ポンプが光ると空気入れが満タンの証拠です。またの時は空気がたくさん入ります。AZ、AV、OK。この微妙なさじ加減が難しいゲームなんですよね。うい。チュルチュ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 。これゲーム音が今ね、入ってこないからさ、耳にさ、本来はこういうのって、その音でこう、把握するゲームっていう感じがするから、ちょっとね、微妙かもしんないね。あー、ワリオ早いな。ほら、もうリズム。やばい。ワリオ早い。バリオ早かったー、ちょ、悔しいでしょねー。これ耳に入ってこないかな。あれだね、自分の喋ってる声しか入ってこねえな。
の悔しいな。はい、ということで仕方がありませんので、再度チャレンジしたいと思います。このゲームでやられて、まあ、言い訳はしません。はい、やられたんだから何とかしなさいって感じですね。ほいほい、あ、やばい、出遅れた。やばいな、またあの憎きワリオがいるな。そして今度はヨッシーが早いか。今回早いぞ。多分間に合う。よし。このチェイス。よし、あのっすー。負けるわけにはいかねんだ。誰と戦ってんだろうね、俺。とりあえず、あの、部屋の中が超絶熱いっていうことだけは言える。で、これは、このゲームは超楽しい。ただ、この次のゲームが超絶やりたくない。はい、クッパの顔を、いじくり回しましょうというですね。なんか、A ボタンを押すと、あの、すごいコントローラーがブルブルブレるので、お手本よく見る。それがコントカップの近道。よっしゃ、じゃあよく見ましょう。どんな顔になりますかね。あ、若干、あれかな、クッパの、これは、すげえ移動するな。よいしょ。で、ちょっとだけ曲げて、よいしょ、よいしょ。こっちが、眉毛が。の影もこうでした。で、もう一個したかな、また目が出てくる。あ、でも牙がもうちそんなもん。あれでもちょっと待ってない、もうちょこっちか。やばい。あ、微調整が全然できなかった。牙が出てない。うわー、しかもあと1点だよ。こういうの面白いね。なんかこういう絶妙のこのやり取りをこうできる感じが、やっぱあれだね、こういい意味でコントローラーの感度が良くなってるのか、なんかやっぱ64の時と違ってものすごい画面がギュイっていったりとかするよね。また同じ顔ではなかったね。よし。じゃあよく見ましょう。かお花をまず、あれ、つかめない。お花をまずちょっと下の方にやって、ほいって言って、ぐーっといって、で、ぐーっといって、ただ、目がちょっと見えてるから、ちょっと見えてる感じの、あれにして、こんなもんかね。まあ、右と左で絶妙に違う？もうちょい、あー、でもこんなもんか。で、牙が、いや、でも、あれだね、上唇に刺さるか刺さらないか、瀬戸際のところだから、あー、これでも93点か。あれなのかな、そのドットに合わせて動かせる動かせないみたいなのがその決まってるっていう、そんなところなのかね。うん、まあまあ、もうクリア。これだよ、問題はクッパの気持ち。全身全霊でハンマーでぶちのめされるって。何秒だって？30秒だっけ。コインが1枚でも残ってる。なめられてんじゃん、こんな一発クリアじゃん、やってんじゃん。飛び出たコインはクッパの格好した人でも取れんじゃん。一発しばかれると確か5コインずつ奪われてくるんだよね。これだって3、1対3のゲームでさ、絶対得しない。おめえらの方がコイン持ってんな。しばかれそうになったら、じゃあ。よく。あと、よし、3分の1経過、よっしゃ、2分の1経過。オッケー。いいね。ハンマーで殴る瞬間に、こう、地味に止まる感じがいいっすね。まあでも、全く、あ、でもこれ、残ってるコインが、そのまま俺の稼ぎになるんだったら、ダブレッおぉ、ワリオに、あれだね、しっぽりやられるところです。セーフって。これ、この20コインが俺の手元に入るっていう、そういう算段だろ。てるてるてるん。よし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 。じゃあ無事ね、じゃないね、思いっきり傷は負ってきたけど、まあワールド、8クリア。お、やった。残り人数もだいぶ増えたね。うっかりミスに気をつけて進んでください。そうなんですよね、うっかりだけはしないように気をつけなきゃいけないですよね。 Give me Hammer Bros。 これも10コイン以上手に入れれば OK かな。そうだね、10枚以上だね。塔の端でハンマーに当たると弾き飛ばされてしまうので危険出すので、気をつけておくんなましというやつですね。 OK です。じゃあ行きましょう。あ、大丈夫だ、始まらない、間違えた。え、めっちゃ A ボタン連打してた、恥ずかしい。よし、いきなりハンマーかよ。よし、 OK。 そして3人とも潰されてんな。 OK、 コイン、あ、取られた。ハンマーはお前らが潰されて。ハンマー、君たち。
あ、ピーチ落ちてった。ピーチ取りたいけど取れない。やばい、やばい、やばい、やばい。やっぱ音って重要だな、なんか。音聞こえてないと。普通に。取れない。あ、取れた、取れた。あの、ほら、自分がどのコインを取ったのかっていうのが、あ、なんか最後1枚取れてた気がする。マリオ光ってたね。あー、一発クリアしたら気持ちいいのなんのっていうね。20コイン。ノルマの倍達成する男。現実世界の怖い。これだ。これが超絶むずいゲームなんだよ。多分、一番むずいって言うと過言なんじゃねえ、過言じゃねえじゃねえか。もう日本語になってねえけどな。3D スティックを倒すスピードアップしますと。で、倒す、戻す。倒すっていうのがさ、どっちに倒すのっていうのがわかんない。タイヤの決めでスピードオーバー。スピードオーバー。I'm up。さあやっていこう。トゥル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 。最初にやるのも途中しない。オッケーよ。出遅れてる。それでも出遅れてる。ピー、ウィー、ウィー、ウィー。ピー、ピーチが早い。ピーチ早い。お姫様がオーバーヒートしてやがる。お姫様オーバーヒート。おう、おう、おう、おう。あ、やばい、やばい。これ多分一回でも回っちゃうと、もうダメな気がする。一回でも回っちゃうと、もう、あれだよね。これもう本当によくできたゲームだよな、本当。おお、来た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 。こた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 。一周くるくるって回っちゃったのに、なんとかなったね。うん。本当にくるくるって回っても、あの、ちゃんと諦めずに最後まで頑張れば勝てるっていうことを証明したゲームですね。のこのこ玉手箱をさあ、ちょ待ってね、これね、小学校の時の動体視力と比べてね、今おっさんになったからさ、もうコンタクトもしまくって、今メガネになってさ、もうシパシパになってるの。コインに入った宝箱、どののこのこか持ってるか見失えてください。もうアドバイスでもクソ、アドバイスでも何でもないよね、これね。当たり前のことだろ、そういうゲームだっちゅうねんっていうツッコミは禁じ得ないということで、さあどこにいたかな。左下です。待ってね、あの、真剣だから、真剣だから。まばたき禁止、まばたき禁止。あー、やばい、ドライアイが半端ない、ドライアイが半端ない。よし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 。ふい、ふい、ふい、ふい。そりゃそうだろう、俺も今そんな気持ちは。ということで、左下から右上に行っちゃったということで、ういよいしょと、ティーン。チキ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 。やばいな、ゲーム音が聞こえないとすっげー寂しいな。みんな聞こえてるからいいよな、羨ましいな。じゃ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 。セルフで言ってみる。訪れしてると思う。テレテレテレン。さーて、あと2つから。あと2つで、おー、いいね。すっげーサクサクじゃねえか？うん。いいね、いいね。ゲームクリアが見て、積み上げられたドッスンと、ドッスンと木箱、ドッスンと木箱。木箱だけをぶちのめしていくということですね。はい。間違えてドッスンを攻撃しないでください。弾き返されてしまいます。これ、攻撃しなくても当たったらアウト。あ、うわ、しかも一番下からいいのか。これ、やだな。ほい。ほい、よいしょ。10秒というね、やらしい時間。30秒とか与えないです。10秒という、こう、危機迫る感じでやって、それでも一発でクリアする。さあ、今がチャンネル登録のボタンの押し時だぜ。チャンネルの登録のボタンだよ。言い方よ。で、なかなか進まなかったね。よし。World 9 of the 5 of 9。さあ、ラストゲーム。プレート飛びましょう。やってやろうじゃねえか。プレート渡り。はい。乗ると落ちてしまうプレートを渡って、そう。で、これね、初めてやったときさ、多分ね、わかる人はわかると思うんですけど、3D スティックを正面に倒すと、その、画面の方向に行っちゃうから、画面が向いてる方向に行っちゃうから、これね、完全に、なんか、なんでそっち行くのみたいな感じになって、多分ね、最初、わけがわからないまま落ちてた人いると思う。コインが取れなかった。まあ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 、まあ、いいだろう。あれ、なんかいつもと皆さん違いますね。まあ、じゃあチョコレートともに落ちていきな。さよなら。三角また来て四角マドレーヌ。よっしゃー、ミニゲームセイハーと思うじゃん。さあ、オッケー、これでクリアできた。98枚か。98枚ってなんかすげー悔しいけど、まあまあまあいいでしょう。ついにゴールですよ。すごいすごい。あ、来たー。あれれ、誰かが雲によってこちらに向かってきています。もう誰かで、シルエットが完全に映ってんだよね。こいつがラスボスっていうのもまたね、クッパじゃないところが。ディノピオです。ディノピオが雲によってやってきました。待って待ってください。最後に私、ディノピオと勝負です。今日するミニゲームはシュラッテルレーシングです。ゲームスタートです。問答無用なんだよな。やるやらないとかじゃなくて、問答無用で勝負なんだよな、これな。はい、ということで、やっていきましょう。こいつを倒さないと、ミニゲームをクリアすることが、このミニゲームアイランドをクリアすることができませんと。あ、これ、なるほどね。
コースが2つあるから、あえてそういうあれになってたってことですね。はいはいはい、はい、ずっとブルン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 してるな。生えんだよな。そしてそしてこのキノコが生えんだ。またけい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 け、よし、今です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 。お、いいね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 。キノコなんてうっそさ、みっそさ、むっそづけさ。このやばい。よいしょよいしょ、ぶっちぎってんじゃん。なんだよ、キノコ出せ。ふぅ、ラスボス感出しておいて。所詮ヒゲ男には勝てないんですよ。めっちゃ今多分タチャ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 って流れてる気がする。でも僕は今きっとスーパーシャーになりますね。マリオス、すすぐにさすが主役。ああ、どんな声だったっけ。さすがに主役としては負けられない。さすがに主役としては負けられないって感じですよね。あなたこそスーパーシャーにふさわしいでしょう。誰もが認めていることです。これから先の冒険の活躍を期待します。頑張ってくださいね。ステークですが、私からのプレゼントです。受け取ってください。ワープドカンの向こうには出てこないレアなミニゲームです。こちらのっかり棒ドミニゲームは、キノコ村のミニゲームハウスで遊ぶことができます。無料のミニゲームに追加しておきましたので、遊んでみてください。ミニゲームアイランドにまた遊びに来てくださいね。いつでもお待ちしてます。それでは、マリオさん、うっとり、お疲れ様でした。疲れたわ。すごい、おまけに全てのミニゲームをクリアしていますね。え、それはそうですね。私からもマリオさんにプレゼントあげましょう。すげえ、乗っかる。乗っかりボールなんですよ。ミニゲームハウスの一人用のミニゲームに遊ぶことができますよ。君にこの状態セーブ保存しておきましょうか。ああ、してください、してください。50分の50。あ、そっか。だから、ワールド3か5で分かれ道の時に、どっちかしか行きませんでしたってなったらあれなんだね。ってことは、じゃあまあ、早速ですけど、一人で遊んでみましょうか、じゃあ。ミニゲームで遊べるん、遊べるよね、これ。遊べなかったら悲惨なんだけど、大丈夫かな。もう適当適当。もう適当適当。人は遊ばないので、じゃあ7回で、優勝が別になくてよろしいです。一人用で、あれ遊べる、うん、このミニゲーム、わしから買ってないミニゲームじゃん。あ、そういうことね。金取んのかよ。あ、そりゃそうだな。じゃあ、走れ、急げ、走れ、急げ、走れ、急げ、後ろ。よし。じゃあ、まずは、ニュー。これ、あ、じゃあ制限時間はないけど、どのくらいでクリアできたかっていうのがあるんだろう。残り、え、じゃあ、残り時間あんのかよ。そう。マジか。あまりゆっくり進んでる。まあ、そりゃそうだよな。ゆっくり進んだらあれでもない。え、しかある。ちょっと待って、うそー制限時間ねえし、しかも。うわ、騙されたわ。制限時間に気をつけてって。そして、スタートして速攻でぶっ潰れたにもかかわらず、いきなりね、パート2のステージをやらされるというね。いや、もうこれは正規ルートでいきますよ、正規ルートで。あれだね、電撃イライラ棒みたいな感じになってるね。こういうのはね、もうあれですよ、もう勢いで慎重になっちゃダメなんですよ。慎重になっちゃダメだから、意外と滑るな。滑るんです。つっつっつっつるつ。これでもこっちの方が楽なんじゃない。映るんです昔だった。あ、なんかすげえ上手。あ、俺上手だ。馬からいける。おお、すげえ、いけてるいけてるいけてるボーイ、いけるボーイ。あ、よし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 。お、あ、やっぱ伊達に、おお、一発一込み。これやっぱあれだね、伊達に乗っかれボールでデブと戦ってないね。じゃあなんでこっちさっき 1.76 秒で終わったんだろう。よっしゃー、行こう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 。こっちも調子に乗ってクリアしちゃいましょう。完全に斜め下に行ってたもんね。さっきね。ウィー。よし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 。ウィー、ノンストップで行きましょう。ノンストップ、ノンストップ、ノンストップアリーナ、ノンストップアリーナ、そんなアリーナ、この世に存在しないけどね。うん。僕が行ったことあるのは沖縄アリーナワールドカップに行っちゃいましたよ。今なんかものすごい、よや指がエロいってつき、そう。こっちの方がむずいな。いやー、やっちまった。じゃあ、自分の記録に挑戦していきましょう。目指せ30秒。8秒オフいこうか。やっぱ、だからこれあれだよね。普通に。うそやーん、ピタクソになってるん。約1分前の俺に返せ。5回目。はい、あと皆さん、3回お付き合いください。3回ね。うん。
で、やっていきましょうか。さあ、てかまずこれ、こいつに関しては、まず普通にクリアしなきゃもう話にもならんっていう話だからね。ち、こい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 。ほい、ほい。よし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 。いい感じ、進みすぎ。急ブレーキ、急ストップ、ノー発進。止まってる、それは。よし、行って、くるくるくるっと、よし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 。3D スティックをエロく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 生めかしくやらしくツンツン、こういう時のための7回目っていうのを残してあるんですよ、ちゃんとね。見越してだからね。ああ、そういうわけ。さあ、果たして38秒切ることができるのかっていうところでやっていきましょうかね。まあ、まずやっぱりね、自分の限界にチャレンジ挑戦っていうところでね、どっちも同じ意味でございます。そのためにはまず一発目のショートカットやっぱ使っていかないといけないから、よし、 OK、 うまい。ここをクリアすればなんとかなんじゃねえかなーという淡い期待を抱いている。やばい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 。今完全にね、海の流れの方を見ちゃってたから、そっち行くと良くないよね。よいしょ。お、お、なんかすごく上手になってないですか？ねえ。やばいやばいやばい。よし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 。あら、こっちの方が俺得意だぞ。よっしゃよっしゃ、ニューレコード。まあ、このレコードを取ったところで世界記録でも何でもないんだけどね、誰かに挑戦するわけでもないですからね。とは言いながらも、まずはこれを、まずはこいつをクリアしたい。なぜ一番最初にもらったミニゲームをクリアできてないんだ？おかしいよね、おかしいよね。スッ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 。こういう時はね、マリオの動きを見るんじゃなくて、コースの先がどうなっているのかっていうのを見ながら行くべきなんだよ。ほら、教習所でも習ったじゃん。目の前のことを見るんじゃなくて、なんか 100m 先とかそういうのを見ながら、まあ、100m 先は無理かもしれないけど、まあ、ちょっとね、カーブの先とかを見ながら運転するようにしなさいみたいな、その先の車にね、一体何が待ち受けているのかっていうのがあるから、よしよしよし。あっ、くそー、クリアならず。ミース。このミニゲームあれなんで、クリアしても、コインも何もないんだね。あ、そっか、結果画面とか優勝画面なしにしてるからか。そういうことですね。はい。ということでね、ちょっと悔しい結果とはなりましたが、まあ一旦ね、このあたりで終了とさせていただきたいというふうに思います。ということで最後戻りましょうか。ということでね、まあまあ、パーティーゲームなのに、パーティーを一切やらないでね、ミニゲームだけをひたすらやっていくという、まあ、短いパートのゲーム実況だったんですけれども、楽しんでいただけたでしょうか。次回ね、まあ、マリオパーティー2とか3とかまだね、スイッチの方に控えてますんで、そっちもやっていこうかなというふうに思ってますんで、もしね、そちらも見てみたいよという方はですね、明日以降またご覧いただけたらいいかなというふうに思います。ということでね、今回も最後まで動画実況をご覧いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンもよろしく。ではまたお会いしましょう。さよなら。チャオ。